イカイシ、もしくはイカイとは鉱物の一種。化学組成は c o 3 6 h 2 o 結晶形は単写晶系。純安定状態でのみ存在し、氷温水から取り出すと速やかに分解する。通常は仮小の形で観察される。気産鉱物ではないかと思われているが、それはサンプルの保存の難しさに起因すると思われる。自然界では、 デンマークの鉱物学者、ハンス・ポーリにより、グリーンランド南西部のイカフィヨルドで最初に発見された。表彰石の交渉で有名なイビットゥーに近い。ここでは、イカイシはフィヨルドの海底から水面に向かって伸びる壮大なタワーとなっている。これらは波の力やボートとの衝突などで折れることがある。イカフィヨルドにおいては、イカイシのタワーは、 海底の湧水によって生成されると考えられている。これは炭酸イオン、炭酸水素イオンに富み、フィヨルドの海底から泉のように流出する。そしてカルシウムに富むフィヨルドの海水に出会って反応する。イカイシは他にも高緯度地域の海底地層から発見されている。南極のブランスフィールド海峡、東シベリアのオホーツク海、サハリン沖、 カナダ・ブリティッシュ・コロンビアのサー・ニッチ入りへ、さらに、今後沖の海底洗浄地からも発見されている。日本では、北海道・アショロ町の石灰化半ンドーム、塩ワッ化から流出する冷静において、冬の間のみ生成される。おそらく全世界に分布していると思われる。最近の発見は、ディークマンらによって報告された。数百サイズの遺械死粒子が、南極のウェッテル海の氷山や、 アデリーランド沖の定着合理などに含まれていた。また、異界石の結晶は、地層中で肉眼的なサイズまで成長することがあり、しばしば特有の形態を示す。海底地層の異界石は、冷水油出体と関係があるという強い証拠がある。イオンのペアレート水分子のカゴ。異界石の結晶構造の一部。CA は、 炭酸基及び水分子の酸素原子と12面で範囲結合しており、水分子の水素原子と炭酸元の酸素原子は水素結合している。胃界子の結晶は単写小形であり、空間群は C2C である。格子パラメータは A から 8.87A、B から 8.23A、C から 11.02A、110.2度。異界子の構造は イオンのペア例を、カゴ状の水分子が水素結合で取り囲んでおり、イオンのペアとペアの間の独立を保っている。合成イカイシは、プルズによって19世紀には発見されていた。イカイシは適度な圧力でのみ熱力学的に安定であり、地表近くでは常に純安定状態である。しかし、イカイシは自然界に比較的普通に発見できることから、 その結晶を覚醒性や成長の条件はさほど特殊なものではないと考えられる。条件としてはまず冷たい水が必要である。またおそらくリン酸イオンなどが無水炭酸カルシウムの覚醒性を阻害し、胃界死の形成と保存を助けていると思われる。おそらく炭酸カルシウム水溶液がイオン状態を保ったまま高濃度に濃縮されることが 熱力学的に安定な範囲以外で遺械誌の核形成が発生する理由であろう。冷水から取り出すと遺械誌は速やかに崩壊し、一水崩壊石もしくは無水や獲物の炭酸カルシウムと水に分解される。このため遺械誌はザ・メルティング・ミネラルと言われる。モノコ周辺で観察されたセナリット。過去の地球に存在した遺械誌は、 理想の炭酸カルシウム鉱物に変化した仮症を通じて存在が確認される。仮症の元となった鉱物を1位に決定するのは難しいのだが、各地でそれぞれの名で呼ばれている仮症について、元々は異界死だったという証拠が見つかっている。異界死やその仮症は海中、淡水、川口付近などから発見されている。環境の共通点としてはまず冷たい温度が上げられる。 しかし、崩壊石などの無水炭酸カルシウムの形成を阻害する化学物質などの存在も必要であると思われる。遺械石は冬の北海道の塩湖でも形成されたとの報告がある。熱帯地方でも深海には冷水が存在するので遺械石は井戸によらず形成可能である。しかし遺械石狩猟の存在は水が0度近いことを表す。 国気候の温度指標として使われている。同位体地球化学により、鉱物を形成する要素の起源についての情報が得られる。異界史と仮称の同位体組成は活発に調査されている。異化石中の炭素同位体比 13C、12C と自然標準状態の同位体比を比較することで、異界史の形成に使われた炭素プールを決定することができる。 いくつかの研究によれば、酸化メタンが現代の異界石と高緯度の海底層のグレンドン石の両方の原料であることが分かった。また、酸素の同位体比18 o 16 o は環境の温度や緯度によって変わるが、これからグレンドン石が氷点に近い水中で形成されたことが示され、異界石の形成条件と一致していることが分かった。ありがとうございます。